G1 で穴を開けてくれるのは小林大輔さんかなと思います。いや、本当もう、どうにか落ち着こうと思ったんですけど、確かに、まあ、前の2人がこうすごく、そうですね、まあ、頑張ってくれたんで、うん、でもちょっと詰まってしまったのもあったので、まあ、コースをどのコース行くかだけをちょっと冷静にと思ったんですけど、はい、だいぶちょっと前が並走に全部なってこうかなりやり合う流れになって、そうですね、はい、もう本当、まあ、本当落車があったいただけなんで、うん、本当なんとも言えないところなんですけど、まあ、その中でというか少しちょっと成績や点数も下げている中でこう、そうですね、まあ、ちょっと体調面が良くなかったのもあったんですけど、うん、ここでやっぱりズルズルいっちゃうとどんどん下がってしまうので、どうにかいい確定版には乗りたいなと思ったんですけど、うん、なんとかこう G1 で存在感を見せて、そうですね、やっぱりまあ1着で取るのが一番いい薬になるので、はい、良かったと思います。その調子そのものというのも、まだまだというところあるんですか？正直まだまだですけど、まあ、徐々に良くなってるっていう、はい、まあ、去年その立川の落車があって、その、まあ、無理して復帰したっていうわけでもなかったんですか、その治る。あ、そうですね、そうなんですけど、はい、復帰してギア規制とかだったので、はい、その辺でちょっと、はい、対応、そうですね、はい、なんかせっかくなんで二乗戦も、そうですね、上に行けば行くほど強い先行選手が関東いるので、どうにか頑張っていきたいと思います。また頑張ってください。はい。